はい。じゃあ、コミュニケーション、対話術について、まあ、例題をいただいたんでね、お答えします。まずはね、コンビニに行った時に、例えばお弁当とかはパンをね、温めますかって聞かれるじゃないですか。温めますかって聞かれた時に、お願いしますとか、いいですとか、これは普通の人があ答えることなんですよね。じゃあ、私はどういうふうに返信するかと言いますと、これ超簡単な例題なんですけども、例題なんですけども、あ、確かに温めたら美味しそうですよね、って。 温めてもらいますっていう風にすることなんですよここに生まれる効果は2つあります何か提案をした時にイエスって人は言ってほしいんですよねノーって断られたらそれが仕方がないことでもやっぱり嫌な気持ちがするんですよもう一つは自分の提案がこの人になんで採用されたかっていうことが分かりやすい返事をしてあげるとその人は喜,喜んでですね心を開いてくれることが多いんですよねそれが仮にコンビニの店員さんであってもうーんそうですねあそれはいい考えですねと言ってくれたら自分の提案じゃなく も自分の提案がこの人に受け入れられた採用されたというふうな快感を覚えるわけですよね、まあ、そういった意味であ確かにそうですね温めたら美味しそうですねお願いしますみたいにしてみるとかなりその後のやり取りがしやすいかなと思いますついでにですねお釣りのことを申し上げましょうかあお釣りですって渡された時にどうするかってことなんですけども無言で受け取る方が大半だと思いますで私の場合は、まあ、今はやりません今はやらないんですけどもあの、まあ、ついついね口をついて出そうなって言葉があ 綺綺麗麗なな手ででですすすねねねととか爪みたいなことですよ、ね「お釣りどうぞ」って言われた時にもちろんお釣りを出す手はこっちですから爪見えないんですよだからあんまりそれは関係ないんですよ。 であとはね髪が綺麗ですねとかいうことですよね大体店員さんって女性の方がされてますんでそういったことをするとその方はやっぱりね自分のことがとても認められたような気がして喜ぶということがありますでそれがですね近くのコンビニでたびたび行くとこだったら今度は向こうがこっちの方にね今度は何を言ってくれるんだろうというふうに意識をするようになってくるんですよでもこれはですね非常に大事なのはめっちゃくちゃ汚い格好で行ったりとかふてくされた顔で行ったらダメですやっぱりね そこそこ小切れで、まあ、イケメンとまで言えないですけども、あの、まあ、なんか礼儀正しい素敵な人っていう風な演出をしてないと気持ち悪いと思われちゃうんで終わりです。もちろん相手のこともよく見てくださいね。相手が不適されて営業してる人に言っても無駄ですよ。真面目にやってる人、真面目に営業してる人、そういう人にとっては有効だと思います。まあ、美容院に行った時に、痒いとこありませんかって聞かれることがあると思いますけど、それについてもお答えしますけども、痒いとかありませんかって言われたら、ありますけどちょっと恥ずかしくて言えませんって言うんですよ。 その後の会話っていうのは非常に、ね、面白くなります。だこういうふうなユーモアで返す場合もありますよね。すべてがだからキャッチボールなんですよね。イエス・ノーで終わるようなところではなくて、そうじゃないイエス・ノーじゃない返事をすることによって、その人の心にどう入っていくかっていうところがコミュニケーション対話としてには求められているところだと思います。まあ、これはですね、いろんなテンプレートを覚えてももう無理なんですよ。もうそういう人間じゃないとできないと思います。何でもかんでもそうなんですけども、例えばゴミ捨てに行った時にね、近所にゴミ捨てに行った時に、 ほ、まあ、他の方もごミ捨てに来ると思うんですよでおはようございますぐらいの挨拶をすると思うんですよその後で「今日顔色いいっすね」みたいなこと言ってみてくださいってことなんですよもしくは逆でもいいです「何かあったんですか?」みたいな感じでねあなたの変化に私は気づいてますよっていうような表現をどのくらいできたかってことなんですよねそれによって人はあ自分をこの人にとって気にされてる認められてるっていうふうに思うわけなんですよそういうふうにしてみたらいかがでしょうか